着いたね。おはようございます。おはようございます。ヨセミテに着きました。はい、ちょっと今ね車を止めてヨセミテフォールってところまで歩いて向かってます。実はねもう見えるんでね、前にめちゃくちゃ綺麗。ここにねヨセミテフォールっていうのが下の方とあと上の方にもあって、実はねヨセミテフォールってロワーヨセミテフォールとかハイヨセミテフォール、アッパーかっていう風に段階的に分かれてて、今から向かうのはロワーヨセミテフォールだから下の部分かな。あの怠け者の配下のための先だね。車の駐車スポットから1キロもないで、アッパーの方も行こうとすると4キロトレッキングみたいになるから片道1時間半、あとなんか1000メートルも登らなきゃいけないらしい。すごいよね。まあでもとりあえずだからロワーに行ってみてちょっと見てみたいと思います。はい、今ね寄せ見てロワーフォール来たよ。すごくない？でちなみに今ねちょっと肌寒い感じで、気温はね10度いかないぐらいなんだよね。だからああいう日陰、雪が残ってる。まあいっぱいある。ちょっとこっちの橋渡ってあっちの奥の方まで行ってみようか。行こう。はい、ちょっと今ね車で移動してきて有名なねビューイングスポットにやってきました。やばい、すごっ、めちゃめちゃ綺麗。すごくない？この後ろ、これめちゃめちゃ綺麗。寄せ見てはすごい。ヨセミテトンネルビューっていうところなんだけど、周りにねめちゃめちゃ観光客いるからすごい観光スポットになってて、めっちゃんこ綺麗。もうほんとこういう景色見てるとね鳥になりたいなって思うんだけど。あードローンが欲しいな。ね、ドローンとかあったらマジで綺麗な映像撮れると思う。でもこの下から見てもめちゃくちゃ綺麗。すごくない？これマジで奥まで透き通って見えてんだよ。しかも今日ねめっちゃ晴れてんだよ。また天気がいい。快晴。あのアメリカに来てからもうずっと天気がいい。そう。でこの後もちょっとね違うスポットに移動していきます。行きましょうか。滝の水しぶきでびしゃびしゃ。本当にびしゃびしゃ。雨が降ってるみたいな。見てめっちゃ晴れてるけどびしゃびしゃ。でもねめちゃめちゃ綺麗。ちょっと今ねマリポサグローブっていうところに来たんだけど、ヨセミテのビレッジからまた車で2時間ぐらいのところ、まあ、ここもねヨセミテ国立公園の中なんだけど、雪です。で本来はねここね5月以降に来ればシャトルバスが走ってて、こんな雪道をあんま歩かなくていいんだけど、シャトルバスが今走ってないから、でさらにね気温もちょっと寒い感じになってる。でめちゃめちゃなんて言うんだろう、古い木が有名なところで、まあ、でかくて古い木。あぶね、ちょっとね4キロぐらいトレッキングしなきゃいけないからちょっと頑張って転ばないように行きます。でかくない？これタケノコみたい。見て松ぼっくりのでかさ。やばでっか。でこんなん見たことねえわ。私も見たことない。やばくない？行こう。見て、登れない。全然道がないところを歩いてる。標識とかもないから道が分かんなくて、他の人の足跡をたどって今登ってきてる感じ。すごくない？このアドベンチャー。迷子になった。まあ人はこうやって遭難していくんだろうね。一緒に迷子になった。ということでね、40分ぐらい森の中を迷子になったということ。迷子になって赤く最初から違う道で行ったんだね。見て、普通にね道路あるよ。なのにね僕らバカだから山の中入って40分さまよい歩いた挙句、途中心折れそうでしたが、そう上を目指そう。はい、
ということで今ようやくね一番上のところまで来た。疲れた。これを見たくて来たんだよ。それがすごい。この木、グリズリージャイアントって名前なんだけど、直径10メートル近い。樹齢何年かはちょっと分かんないけど、すごくないこれ。この分かるかな、レナに比べた時の木の大きさ、すごい。昔これからできたよ。あんなちっちゃいやつ。え、これ？あ、これが種ってこと？うん。すごくない？それはすごくない？自然ってやっぱすごいね。やばいね。すごくないこれ。めっちゃめちゃでかい木。下くり抜いてる。本当すごい。なんかね、19世紀に馬車とか車が通れるようにここの木をくり抜いちゃったんだって。アメリカ人やることがね、すごい。で、この中にはなんかいろいろね、文字が、なんか観光で訪れた人がなんか自分の名前とかを彫ってある。すげえ、なんかパワー感じるわ。あ、本当だ。すごい。すげえ、マジですげえ。上がるねこれ、マジですごい。でね、今から、まあ、自分たちが泊まってるところに戻ろうと思うんだけど、こっから1時間半ぐらいかけてトレッキングで、その後車で2時間ぐらいかけてホテルまで戻るっていうね。トータル3時間半から4時間ぐらいの帰り道。でもすごかったよ。本当にすごい。他にでそういうことは見ることができないから。マジで感動した。自然ってすげえなって再確認した。そう、道が荒れすぎる。ちょっとカメラ持ってると転びそうだからもう終わるね。ということで、また次の動画っていうか、まあそうだね、あ、ちょっと、ということで、また次の動画で会いましょう。はい、バイバーイ。あー、抜けた靴が埋もれた。アホだな。気持ちよくない。自然最高。今日ね、朝ヨセミテから出発してデスバレーってとこに向かってます。700キロ以上の距離。そう、今日ね700キロ以上朝からずっと移動して見てもらう。もう危なすぎるよね。スタックした。